こんにちは。大鹿から来た、最近では秋爺とかもとも呼ばれてますが、顔はあちこち出すんで、みんなも知ってる顔かもわかんないんですけど、僕はよくいっぱい人顔見るんだけどよく覚えられなくって忘れたりするんですけど、もしなんか覚えてたら声かけてください、はい。でコントは本当に結構滞空時間というか、一緒に飯食ったり寝たり旅したり、した時間は結構多い方じゃないかなと思うんだけど、二十歳頃会って、これでずっとポンを追っかけてきたみたいな、ものだったんですけど、ポンが先行っちゃったんで、今度は自分と、行くしかないなと、守ってる矢先でありました。で、ティピを持ってきて、持ってきただけでね、祭壇が自然にいい感じでできて、すごくこの祭りが、次の世界を作る、なんかきっかけになるような雰囲気でいいなと思って喜んでます。それとカフェ前のコーヒーも、いつもやったりして、いう本の古い仲間の一人であります秋です。よろしくお願いします。でそれで今回は僕もタイでちょっと具合悪くなったりしてあれだったんだけど、帰ってきてすぐ3.11 があって、本当にどうしたことかと、もう本当にこの世界でこれを体験するなんて思ってなかったんで、ちょっと結構しんどい世界でしたけど、自分も生きてる限りやっぱりそれをいろいろ乗り越えていかなきゃいけないこともあるので、病気とかね、それと同じようにやっぱりこの命というものが生き延びる世界に絶対帰っていけると信じてやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。それでポンが書いた詩で2002年で多分フロイドやった平和の集いの時のための詩だったかもわからないんですけど、浜岡原発のことで歩いたり問題意識みたいなやってたんだけど、その時に本が作った詩があるんで、それを読みたいと。ニーラカンタ、青い喉の芝、王、死と破壊の大神ニーラカンタよ、150年の周期を迎えて、発生間近な東海巨大地震の災禍から生けとし生けるものを守るため、原発事故による破壊を破壊し、放射能の毒を飲み干したまえ、電力会社のネクタイ野郎は抜かしたものよ。浜岡原発はマグニチュード 8.5 の地震にも耐えられるように設計してあるだと、大地が裂けても原発だけは長板のようにつながっているとでも言うのかい。バカ抜かせ、そこは震源域の真上だぞ。塀という塀は倒れ、建物は全て崩れる。電気ケーブルや冷却水のパイプは破断し、空だけの原子炉は一気に加熱するだろう。それが放射能を空中に放出する、放射能を空中に放出するメルトダウンま
で何分かかるのだ？その時だ。芝の奇跡が起こるのは、見よ太平洋の彼方から歓声を上げて魔物のように押し寄せる巨大な津波が、爆発寸前の原子炉や従業員の命を飲み込み、原子炉の闇の底へ運び去るのは、やがて御前崎の沖合の大海原が不気味なまでに青ずんで白い腹を浮かべたクジラやイルカや魚などのルイルたる屍がニーラカンタの首飾りとなるだろう。シバシバシバシャンボーシバシャンボー。しかしそれは希望的観測とやら、津波より先に原子炉が臨界爆発すれば、4基の原発が連鎖反応を起こし、大量の放射能が天高く舞い上がり、原発の残骸と周辺住民のるいるいたる屍を津波が洗い清める頃には、死の灰が日本列島の上空を覆い尽くすだろう。ハラハラハラシャンボー。神々とアシュラたちの戦いに続く神話的現在、芝の奇跡はあるのかないのか。あると思えば一服、ボンシャンカーボンシャンカー。ないと思えばピースウォークに参加したり、止めよう裁判の原告になったりして、一日も早くみんなで止めるしかあるまい。浜岡原発は今止まってます。やってくるやってくる東海地震がやってくる。止めようぜ止めようぜ、浜岡原発止めようぜ、止まってます。全国の原発を止めようぜ。しばしばシャンボシャンカラシバシャンカラシバシャンボンマハデバシャンカラシバ。ホウポン。あのシバが本当にあのこの放射能をなんとかあのしてくれるっていうことも思いながら、これからあの生きていく世界があのどんな困難にもあのこう乗り越えていくようなあの知恵をみんなで出し合っていくのがいいかと思います。よろしく、ありがとうございます。じゃあポンちゃんに伝えました。アキさんでした。